繁殖品馬と搭載は繁殖品馬とは、小馬を産むために牧場に繋ぎをされている品馬のことである。肌馬やブルードメアとも言う。競争馬の生産牧場にとって繁殖品馬の存在そのものが生産牧場の機能である。繁殖品馬は牧場に繋ぎをされ、2月から7月にかけて一定の周期で発生する。 発情した機械を捉えて牧場が契約したシュボバのいるスタリオンステーションなどに連れて行き、シュボバと交尾させる。なお、発情していないヒン馬はボバに近寄られると後足で蹴るなどすることがあり、高価なシュボバに怪我を負わせかねない。このような事態を避けるために当て馬を近づけて発情していることを確認する。種付け後、1ヶ月ほどで受胎の有無が確認できる。 出産後は一週間ほどでまた発情し、新たな種付けを行えるようになる。競馬の世界では、ある程度以上の競争成績を残した馬、または、血統の優れた馬を繁殖品馬にすることが一般的である。馬の妊娠期間は330日で、一頭を産むのに約1年かかるため、成績や血統が超一流の馬だけでは需要を満たす。 ことができず、繁殖品馬の選定基準は、種母場を選ぶ時のお馬のそれに比べて、低くなるのが通常である。現役時代に未勝利であったり、レースに出走することができなかった馬でも、ある程度血統が良ければ、繁殖品馬になれることも多い。それに対して、種母場は一等で、多数の繁殖品馬に種付けを行うことができるため、選定基準は、 より厳しくなるのが普通である。上記の理由により、父親が人気のある種を馬であるような場合には、父親を同じくする馬の数は膨大なものとなる。一方で母親を同じくする馬の数は限られる。そのため、一般に競争馬で兄弟姉妹といえば、同じ繁殖品馬から生まれた馬を指し、種母馬が同じだけでは兄弟姉妹とはみなさない。 父親も母親も同じ馬の場合を特に全兄弟と呼び、母親だけが同じ場合は半兄弟と呼ぶことがある。競争馬として現役時代に好成績を残した牝馬は繁殖入りしても注目される。また、繁殖地をめぐり高値で取引されることも多い。ただ、そのような馬の産区が必ず活躍するかといえばそうではない。 現役時代の成績が優秀な繁殖品馬には期待がかかり優秀な守護馬が種付けされるのが普通であるがその産区の成績は芳しくないこともある。例えば現役時代品馬3冠を達成したメジロラモーヌは期待されて繁殖品馬となった。しかしその産区には重賞を勝つどころかオープン入りする馬すら現れず結局決闘の良さから同馬とサンデーサイレンスの 間に生まれたメジロディザイヤーが種ボバ入りしたのみで、メジロラモーヌはそのまま繁殖品馬を引退している。ただし、メジロラモーヌのナオコの成績はかんばしくないが、ひまご世代ではフィールドルージュが川崎記念を制し、グローリー・ベイズが海外 GEI の香港バーズを制するなど、一概にナオコが失敗したからといって、その子孫も競争成績が劣るとは限らない。 その逆に、大賀賞、優秀品馬の2冠を制したベガは、繁殖入りしてからも優秀で、3区のアドマイア・ベガが、ダービー制覇、アドマイアドンがアサヒハイフューチュリティステークスや、フェブラリーステークスなどの GI を制覇するなど、繁殖品馬としても、非常に優秀な成績を収めている。また、現役時代に、あまり良い成績が残せなかった、繁殖品馬の子が活躍することもあり、 現役時代は、未勝利、未出走だった馬の子が GI を制覇した例も多々ある。代表的な例としては名称サムソンが挙げられる。ただしそのような場合、種をつけた馬に種母馬としての実績がある。もしくは、繁殖品馬自身の競争成績は優れずとも、繁殖品馬の近親に活躍馬が出ていることが多く、血統と現役時の成績が共に凡妙な、繁殖牝馬から、 優秀な守護場の種をつけずに、突然人愛を勝つような名場が生まれることは稀である。競争場を生産するための繁殖品場の所有形態としては、自己所有、小分け、予託の3種類がある。日本では7割以上が生産者によって自己所有され、小分けは1割に満たない。繁殖品場の所有権を競争場生産者が持ち、生産。 管理にかかる費用の一切を負担する形態。繁殖品場の所有権は、馬主が持ち、馬主が種付け料を負担する形態。種付け料以外の費用については、馬主が負担する場合と生産者が負担する場合とがある。生まれた子馬は、馬主と生産者とで共有され、馬主が生産者の持ち分を買い取ることが多い。戦前の馬子作の名残とされる。 生まれた子馬の評価額や持ち分の比率などをめぐって、馬主と生産者間の紛争に発展するケースもある。繁殖品馬の所有権は、馬主が持ち、馬主が支払う月ごとの予託料をもとに牧場が、繁殖品馬を管理する形態。生産の際の種付け料は、馬主が負担する。生産者にとって最もリスクの低い形態とされる。ありがとうございます。